こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日はトーマスマンの魔の山の第5章で読書会をやっていきます。よろしくお願いします。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しております。登録していただけますと読書会にご参加いただけますんで、魔の山一緒に読みたいという方、あと2回に分けて 終わらせますんで、途中からの参加でも OK です。メルマガに登録していただいて、ご参加いただければと思います。あと、メンバーシップですね。登録していただきますと、過去の読書会のコンテンツ、ちょっと著作権上の問題で、公開しといくとまずいのもあったんで、メンバーシップに入れてしまいました。あんまり再生回数が回ると、著作権違反で一発削除っていうことが起こるらしいんで、あまり再生回数の上がらないうちにメンバーシップの方に入れましたので、過去の、読書会の音声聞きたいって方は、190円からご登録いただけますんで、そちら登録してください。ということでした。じゃあ、早速やっていきたいと思います。トトさん、コインバッグありがとうございます。リルさん、おい、元気ボックスさん、モーリーさん、こんばんは。じゃあ、あらすじをですね、紹介していきたいと思います。ハンスはですね、3週間でヨアヒムのお見舞いに行って帰る予定だったんですけども、なんか熱が出ておかしいんで、診察してもらったら自分も結核だったということが判明します。これが下巻の 下巻じゃない、第5章の頭の、第4章の一番最後で分かったことですね。 で、最初に来た3週間の印象は第1章から第4章ですけども、こっからすごい勢いで時間が過ぎていくと。毎日その食事が5回あるのか、なんかおやつとかも含めて、まあ、食事のためにスープが運ばれてきて、まあ、ずっと同じことのルーティンの繰り返しなんですよ。あと横になってオーガ療法っていうのをやったりして、なんか規則正しい、もうスケジュールが組まれてて、あっという間にね、どんどん時間感覚がなくなって、時間が過ぎていっちゃうってことになるんですけども、だんだんね、離脱っていうことが344ページに書かれています。これか、セテンブリニと話し合うとこですけど、まあ、セテンブリニってイタリア人の人文主義者なんですけど、まあ、人文主義者というのは日本の人文主義者、大江健三郎先生がお亡くなりになられまして、ご冥福をお祈りしたいと思いますけども、なんだろう、人文主義者って、まあ、古代ギリシア、ローマの、古典を愛する人たちですね。文学作品とか哲学とか、ああいうのが好きな人たちです。大体、ざっくり言えばそういうもんだと思ってもらえばいいんですけど。で、離脱状況っていうのが描かれてるんですね。そっか、時間の崩壊っていうのが332ページですね。さっきまでまだ朝だったのに小さく区分されていて、退屈を感じないように済むように構成されている一日は、文字通りいつの間にか崩れ去り消え去ってしまった。ハンス・カストルプはそれに気づいて、明るい驚きをせいぜいしんみりとした考えを覚えただけであった。彼の若さではそういうことにゾッとさせられるまでにはなっていないからである。依然として同じ揺れを見つめていただけであった。で、まあ、なんかね、痴話喧嘩みたいなのがいっぱい起こる。若い人たちはほら、なんかだんだんだらしなくなってきてね、生活上。なんかイチャついたりすることが多くなって、同じ患者同士で。で、なおかつ、これ343ページ。セテンブリンと話してるときに、まあ、自分のいた社会は、まあ、お金持ちじゃないと相手にされないっていう話をして、まあ、このサナトリウムに来てからですよ。まあ、そういうのが残忍だと。午後の午餐に、ディナーに客を呼び、最上の高価なブドウ酒を振る舞えない家は誰も付き合おうとしません。その家の娘さんにも嫁のもらい手がない。そういう人たち、そういうそやな、ドイツ社会の金持ちでそやな、残忍なところが、ちょっと耐え難い、ここに来てから耐え難いなと思うようになったんですけど、それを言ったらね、
叱られるんですね。あなたが今残忍を非難なさるのある離脱物語344ページ。だんだんね、世間から離れてきちゃってんだと。だからそういう人がたくさんここに住んでるから、若者でもこの生活に慣れちゃうと、平地、まあ社会復帰してもね、結局またここに戻ってきちゃう人がいると。で、ここの人と結婚するってケースがあるから、もうね、なんかその、市民社会が離脱しちゃうんだって言って、だんだんね、なんかよせ、なんかずれてくるってことをね、忠告するんですね。ということです。で、そんな話をしてて、で、それと並行してね、だんだんマダム商社にどん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 思いを募らせていくと。まあ、ヒッペっていう同級生に似てる顔してるんですけど、同じような目をしてて、その彼女にどんどん引きつけられていくんですけども、それによってですね、なんだ、ベーレンスがね、勝者夫人の肖像画を描いてるっていうことを知りまして、で、なおかつね、また、マンハイム人っていうね、他の勝者のね、片思いしてる他の男も見つけるわけですよ。でもなかなかね、話す、お近づきになる機会がなくて、たまたまレントゲンを取りに行く日にね、待合室で、マダム勝者と相席なんですけども、で、ちょっとだけ喋ることができたんですね。で、自分のレントゲン取って、まあ、骸骨ですよね。死んだ後の墓穴の中にいる骸骨を思い出させるような骸骨を見るんですけども、だんだんその、なんだ、自分の死生観というのは変わってくるわけです。そういうレントゲン写真とか見ると。いつかこういう骨になっちゃうとかね。そういうことを想像するようになって。で、なおかつ、セテンブリには、マダム商社に近づくのやめろって言うんですね。まあ、投げやりな態度で生きてて、ああいうことやってると、まあ、ドイツ人の良さ、秩序とか規律の正しさがね、失われてっちゃうから、近づくなって言われるわけですよ。で、その話はね、解説音声、撮ったんで別に。それは解説、概要欄のところに貼っといたんで、リンクを。で、セテンブリンの考えですね。書いてあります。だから、西洋的なものとロシアも、まあ、半分アジアですから、アジア的な投げやりな感じと、西洋人の時間と空間感覚ってのは違うんだと。なおかつね、進歩蘇生国際連盟っていうのに実は入ってて、なんか百科事典のね、記事を書いてるんですよ。このセテンブリニって人は。ね、まあなんだろう、結局フリーメイソンなのか。おなんと、下巻ではわかるんですけど、まあフリーメイソンっていう、メイソンリーって、日本にもいますよね、フリーメイソンの人ね。有名なとこだと、鳩山幸男さんとかね、イエスタカスクリニックさんとか。どういう、なんかそういう、フリーメイソンって何なんですかね。もともとは萎縮の組合なのか。で、ちょっと詳しいことはよくわかんないですけど。なんかそういう社交世界があるんですよ。まあ、なんだ。フリーメイソンって何なんだ。まあ、それはいいとして、また次回、次の時に調べておきます。で、セテンブリにはね、結局、ここにいたらね、ダメになっちゃうから、人間的に。426ページで帰ることを進めるんですね。ということです。だけど、まあ彼はだんだん、マダム商社に惹かれてまして、どんどん思いを募らせていって、あまりにも思いを募らせたんで、あれですよ。ベーレス顧問官の家に行ってね、肖像画を見せてくれって言って。で、肖像画を見ながらね、すごい彼女に似てるって褒めちぎりながらね、なんかもう、一生懸命喋って、まあ、あれですよ。逆に、ベーレス顧問官がちょっとドン引きするみたいなね。なんか、雄弁になんかいろいろ語り出すんだよ、文化について。浅い知識を。で、だんだんね、なんか、浅い知識でいろいろなことをね、ペラペラ喋るね、軽薄な人間になってんですね。で、なおかつその、このサナトリウムで人の死の尊厳が守られてないってことで、なんかホスピス活動みたいなの始めるんですね。もう亡くなりそうな人のところに行って花を届けるっていう
まあ、最初は匿名で届けてたんですけども、まあ、匿名で届けてももう誰が 届けたかわかるんで、まあ、それで 最後に、呼ばれてね、会話、まあ、死に臨んでる患者たちと会話、まあ、お礼を言われたりして、まあ、いろいろな、患者の身の上話を聞くんですね。その話がいくつか、なんだ、これ、亡者の踊りっていう章に書いてあります。ベレス顧問官とかフマニオーラっていうとか、フマニオーラっていうのは人文のことですね。ヒューマニティ。人文。まあ、人文っていうのは科学と違うんです。人文では文献を読むことですからね。人の書いた文献読むことです。まあ、歴史とか文学とか。科学っていうのは自然科学と社会科学に分かれますけども、自然科学ってのは自然の中に法則性を見つけることですよ。社会科学は人間と人間との間にある法則性を見つけ出す学問ですね。まあ、人口動態学とか、経済学とか、政治学とか、ああいうのは社会科学です。まあ、人文っていうのは、あれですよ。だから歴史とか文学とか、まあ、人の書いたものを読むってことは人文。まあ、あとはなんだ。教養ってやつか。大学1、2年で教養課程ってあるんじゃないですか。あれは、まあ、人文のことなんでしょうね、あれ。なんて言うんだろう。古代のなんか、自由な中っていうのがあるんですよ。ギリシアの頃あった。なんか、なんだ。なんか、教養を形成するなんか、学問みたいな。それがフマニオーラだと思うんですけども。で、それは置いといて。まあ、でもね、そんな、ホスピス活動も世間ぶりにはね、人生の厄介息子だと。まあ、死者は死者に葬らしめよってね、言葉を、引いて、そういう活動もね、いかがなもんかって言われるんですよ。で、クリスマスパーティーがあって、その後に、カーニバルがあるんですね。カーニバルっていうのは、イエス・キリストは40日間、聖書の中で、断食するんですよ。断食芸人っていうカフカの小説ありましたね。足立正夫さんが映画化して 社会批判のために映画化したのか知らねえけども 予告編見ただけでげんなりするような映画だったけども、40日断食をして、なんかその後ね、まあ、なんだ、まあ、3月の下旬ぐらいからやってんのか。その40日からね、キリスト教徒はあんまり肉類を食べちゃいけないんですよ。で、その断食期間に入る1週間だけカーニバルって言って、なんか、謝肉祭って、まあ、どんちゃん騒ぎするんですよ。それから、禁欲生活をして、それでなんだ、最後に、キリストが亡くなった日、復活祭、みたいなの。まあ、カトリックとかね、ロシア正教とか、まあ、宗派によって違うんでしょうけども、四旬節とか復活祭ってどういうものなのか私よくわかんないんですけども まあ、だから断食期間に入る前の、まあ、あれです、カラマーゾフの兄弟の中にも書いてありますよね。なんか復活祭の前のなんか断食期間みたいな。書いてあった気がするな。まあ、とにかく断食の前に肉、まあ、パーティーやるわけですよ。で、そのパーティーがあって、で、そこは無礼講なんでね、タメ口ですよ、みんな。で、このタメ口を利用して、セテンブリンズを喧嘩して マダム商社に近づいて、酒の力を借りて 近づいてね なんか、豚の落書きをするね、余興があって。で、鉛筆借りに行くんですよ、まあ、商社夫人に。で、一緒にね、豚の落書きやろうって言って、で、まあ、話し合って、まあ、口説くんですね、一生懸命。なんか、それは、ワルプルギスの夜ってショーなんですけど、まあ、それについては、フランス語で会話するんですけど、二人で。それについてはまた別の動画で、リンク貼ってあるんで、私はちょっと読み上げながら、解説しましたんで。ほんで、なんか告白する、なんかもう一方的に、なんで好きになったか。この結核になった病気が君の絵の愛なんだと。結核の熱は君への愛の熱なんだ、みたいなこと言ってね。
なんか匂いを嗅がせてくれみたいなこと言って、ひざまずいて なんか 土下座するんで一回やらせてくださいみたいな そんなような なんていう下品なあれかって話ですけど、まあそんなようなこと言って、まあただね、まあ実はもう明日で出かけちゃって、他の療養所にね、移転するんだって話になって、まあ酒の力とそのカーニバルの力で、ワルギプルギス魔女の力でね、こくるんですけども、あなたは本当に深刻なドイツ風な口説き方を知ってる粋な伊達男ねって言われて、さよなら私のカーニバルの王子様、今夜はあなたの熱のカーブがすごく上がってるわ、予言するわって、鉛筆を忘れずに返しに来てねって言って、鉛筆を貸したまま、まあ、去っていくと。これが、第5章です。大体。まあ、細かいところもうちょっといろいろあるんですよ。いろんな人が出てきてね。まあ、ちょっともうそれを割愛します。もう全部解説してるとキリがないので。まあ、本筋と関係もないし。ということでした。あ、少なくとも科学でないもの。あ、そうですね。まあ、そういうことですね。サイエンスじゃないもの。ヒューマニティ。その、部分は以前なんかあれで喋ったの。車輪の下の読書会でなんか解説した気がしますんで、見てみてください。じゃあ、感想文紹介していきたいと思います。謝肉祭とかヨーロッパの生活習慣など全然知らずに読んでました。とても参考になると。多分ね、だからあれなんですよ。まあ、キリスト教の、あれですね。だからイエスがね、復活祭までなんか断食するっていうのは勝手に作ったんでしょ、教会が。そんなことね、聖書に書いてある話じゃないんですけど、聖書のこじつけで、なんかそういう復活祭とか、なんか四旬節とか、なんかそういうの作ったんでしょ。カーニバルとか。まあ、カーニバルはもともとあったのかな。まあ、収穫、なんだろう。よくわかんないですけど。ウィキペディアで調べてもよくわかんなかった。まあ、でも断食の前に食べるってことなんでしょう、おそらくね。まあ、詳しい人いれば書き込んでください。じゃあ、感想文を読み上げていきます。では、トップバッターは、八王子ヒエダルマさんですね。読み上げていきます。それはこの時、トーマスマンが、過去の自分や、周囲の人間たちの弱さ、愚かしさを肯定し浄化するところまで、己の精神の温度を高めていたからだ。最初、魔の山は1913年9月から、ベーヌスベルク、逮捕罪に出てくる異界と誘惑をする女神というワーグナーのパロディを持ち込んだサチュロス劇。古代ギリシャ時代に、ギリシャ悲劇とともに上演されていた悲喜劇の一種。ギリシャ神話の神ディオニュソスの従者と言われるサチュロスからなるコロス、合唱隊を伴う滑稽な劇。という形で、ベニスに死すと対をなす三編として書き始められた。しかし、第一次世界大戦の勃発は、当初の構想を大きく変えることになる。後年、トーマスマンはこのことについて、以下のように語っている。引用をはじめ。作品の中の暦法では、大戦勃発の雷鳴は魔の山、ロマンの最後にあるが、実際はこのロマンの冒頭にあって、その全ての夢を呼び覚ましたのである。それは爆破し、目覚めさせ世界を一変させる一撃だった。それは一つの時代、我々が育ってきたブルジョア的、耽美主義的な時代にとどめを刺し、今後我々はこれまでのような生活と施策を続けていくことはできないであろうということに我々の目を開かせたのであった。ちくま世界文学体系版魔の山の解説から言い終わり。トーマスマンは1914年11月に戦時に思うを発表。ドイツを擁護し、その戦争を肯定した。それは当時ヨーロッパの良心と崇められたロマン・ロランが1914年9月に戦いを越えてお書き、戦争がヨーロッパを滅亡に導くものであると説いたことに真っ向から対立するものであった。
また1915年から政治的な評論集、非政治的な一人間の考察を書き始めたトーマスマンは、著名な作家であった兄、ハインリッヒ・マンと決定的に対立するようになる。兄、ハインリッヒは弟を非精神的に思想的支柱を提供している孟米主義者、審美家と呼び、弟トーマスは兄をジャコバン党員的美徳の復権を説く、精神の政治家、文明の文学者であるとして攻撃した。これらの出来事はトーマスマンを強く打ちのめしたが、彼は多くの論文や講演活動で強く意見を表明し続けた。激闘の中、1924年9月、トーマスマンはすでに49歳、実に10年越しの大作、魔の山は、シラーの素朴文学と情感文学について、1976年を基礎とし発展させた。1、精神の息子たち、情感的、僧侶的、聖なる犯罪人、イコールドストエフスキー、シラー、イコール病的なもの、ロマン的、主観的なもの、イコールトニオ・グレーガー、ベニシに死すのアッシェンバッハ、2、自然の愛し子たち、素朴的、肉体、奇思的、貴族的、ゲーテ、トルストイ、古典的、客観的なもの、聖、トニオ・グレーガーのハンス・ハンゼンとインゲボルグ・ホルム、ベニスの質の美少年というトーマス・マンの文学の真相底流をなす対立概念と、ゲーテとトルストイ、1921年でトーマス・マン自身が紹介した病観の哲学、病観とは人間的なものと人間の尊厳とに対して2つの顔、二重の関係を持っている。1、病観は肉体的なものを過度に強調することによって、すなわち人間をその肉体に立ち返らせ、投げ返すことによって人間的なものを失わせる作用を起こし、人間を単なる肉体に引き下げる。病観は人間の尊厳性に敵対する。2、精神と病観の二概念は深く関連し合ってる。精神イコール誇り、自然に対する開放的な反抗、自然からの分離、離脱、組閣、人間イコール自然から高度に解き放たれ、極端に自然と対立し合っているものと自ら感じている存在であり、この存在を他のあらゆる有機的存在から引き離し際立たせているものが精神。精神と病観は深く関連しており、病観を高度な人間にふさわしい現象と考え、感じることも可能であるという思想が作品の中に叩き込まれた。これらのテーマはトーマス・マンの72歳の時の小説「ファウストス博士」でより深められている。旧来の価値観が全て崩壊していく大戦前夜の社会状況の中で、人間の愚かさとその教本が徹底的に描かれ、人間の悲惨やその支配構造の悲劇が容赦なく可視化されている魔の山の登場人物たちは、全てトーマスマンが超えてきた己自身とその仲間たち、敵たちの姿である。しかし作品には少しも陰惨なものが感じられず、そこに爽やかな風さえも吹いている。それはこの時トーマスマンが過去の自分や周囲の人間たちの弱さ、愚かしさを肯定し、浄化するところまで己の精神の温度を高めていたからだ。世の中にはびこる創作物のほとんどは決定的に堕落しているのは、その全てが作者のが己自身の弱さ、愚かしさを隠蔽しようとして作り出し始めたものだからだ。しかし、ルーベックの暴走機関車トーマスマンのマリア・マンチーニをくゆらせつつ、指輪をはめたままで繰り出される正当的な拳頭によるパンチは、己自身を何度も叩きのめすためのものだった。終わり。ありがとうございました。作品の大体発表された背景を書いていただきました。ありがとうございます。まあ、元はベニスにシスのスピンとして書かれたんですけども、私ベニスをシスを読んでない。映画は見ましたけども、一回だけ。アッシェンバッハっていう美少年が出てくる。またやりたいと思います、ベニシン室は。これは、まあ、全部終わって、魔の山の中身も忘れた頃に、またやりたいと思いますけど、まあ一応買ってはあるんですけど、本はね、岩波文庫になって。で、サチュロス劇として書いたってことですね、魔の山ね。ベニスにシスのスピンとして書いたんですけど、短編として書いたのにも長編になっちゃったと。で、これは第一次世界大戦が終わった後、完成させられたんで、まあ、第一次世界大戦の前に書かれてたんですけども、結局第一次大戦の衝撃っていうものが、まあ、
書かれてる。まあ、第一次世界大戦のところはドイツ帝国って崩壊してますから、あれで。まあ、ワイマール共和国になったんですね。共和制になっちゃったわけですね。まあ、セテンブリーニの共和制。帝国っていうのは皇帝がいるんですけども、まあ、ビルヘルム2世が、という人は、帝国主義的にドイツを膨張させて、そんな挙句戦争をそこら中とやって、まあ、革命が起こっちゃったんですね。革命が起こったって、社会革命みたいなのが起こって、戦争が継続的には民衆の支持がなくなったんで、まあ、亡命してっちゃったんですね。で、その後、まあ、ワイマール共和国になって、まあ、その後ね、またドイツ第三帝国って言って、ナチスドイツで帝国化していくんですけども、まあ、他にもね、新王朝とか、オスマン帝国、ロシア帝国、ロマノフ朝、まあ、ああいうのもな、まあ、あと、オーストリア、ハンガリー帝国か。まあ、世界中の帝国がね、崩壊していくんですよ。今まで19世紀の秩序がね、第一次大戦でまず一つ、政治的秩序、王様が、皇帝がいて、帝国主義みたいなのが、まあ、戦争によって潰し合いになって、なくなると。で、もう一つはね、まあ、大量殺戮兵器ですよね。毒ガスとか、戦車とか、まあ、飛行機とか、戦争、今までの戦争では考えられないほどたくさんの人が死んだんですよ。科学技術の発達が武器に応用されて。ということが起こって、まあ、ヨーロッパがそれによって根本的にね、ブルジャー的、短美主義的な、19世紀的な、なんか、時代が終わっちゃったと。まあ、市民社会ですね。ハンス・カストロブみたいな人たちが、金持ちで、市民で暮らしてた社会が、まあ、決定的に崩壊していくと、保守的な、まあ、ドイツにおいては、ドイツの保守層って、その後、まあ、自分たちの帝国がなくなっちゃうわけですから、まあ、ユンカーっていう人はですね、地主とかね、ああいうのは没落していくんですよ。で、没落していった時に、まあ、ファシズムが台頭してきて、まあ、下からのね、ファシズムと上からのファシズムってなんですけども、没落していく保守層と、下から来た社会主義、国家社会、まあ、ファシストですね。まあ、ならず者のチンピラみたいな人たちが手を組んで、なんかまあ、滅びゆく社会を階級秩序を維持していこうっていう運動が、まあ、大体ファシズム、ファシズムなんですけど、まあ、そこに乗っかって、ナチスっていう新しい政党、なんでも、まあ、ポピュリズムっていうんですかね、まあ、大衆扇動しながら、自分たちの政治権力を拡大させていく、まあ、そういうことが起こるわけですよ。まあ、トーマスマンはその時もう亡命しちゃってんで、ということですね。で、まあ、最初はドイツを擁護し、その戦争を肯定したと。まあ、これちょっと私読んでないんで、どういう意味でこうって、まあ、もう新しい社会になっちゃってるってことですよね。まあ、だから、魔の山で書かれてるのは古い世界ですよ。まあ、下巻に出てくるナフタが新しい世界のことを言う、まあ、全体主義ですね。これから台頭してくる全体主義。まあ、ファシストですから。まあ、イエズス会の僧侶なんですけど、ファシストっていうおかしなやつが出てきて、まあ、セテンブリーには言ってるようなね、なんか共和制が良くて、まあ、ワイマール共和国みたいなのがね、古き良きヨーロッパ人の両親だとかいう、そういうね、そういうもの全般って全部否定するんですよ。セテンブリーの下巻でね、論戦して、まあ、そこが一番白尾っていうか、この作品の面白いところなんだけど、一番難しくてね、よくわかんねえんだわ。だから、オイラ解説するんだわ、一生懸命。まあ、で、まあ、その入り口、まあ、こんなね、上巻なんだ、ネタ振りなんで、下巻ですから、第6章が面白いんで。私も最初読んだけど、とにかく第6章ですよ。びっくりしたのは。もう、ということです。で、ナフタっていうのは、これから出てくるハインリヒマンとジェルジュ・ルカチっていうのがモデルなんですけども、まあ、そのナフタの話をしても、私も読み返してないから、あれなんですけども、まあ、兄貴と対立したってことをね、書いていただきましたね。兄貴は、まあ、全体主義者みたいなこと言ってたのが、まあ、ジャコバン党員的美徳の復権を説く精神の政治家、文明の文学者。
まあ、なんだろうな、ナチスにつながるようなファシズム的なことを言い出したっていうことでしょうね。まあ、今までの19世紀的なヨーロッパの良心みたいなのは否定しだしたんでしょう。で、まあ、兄貴、これは、あれ、兄貴って自殺しちゃってるんでしたっけ？これ、入り決まって。自殺してるわけじゃないのか 自殺未遂してんのか。あ、奥さんが自殺しちゃってる。まあ、俺今、ウィキペディア見てんですけど。まあまあ、彼もナチス・ドイツに迫害されて、フランスに亡命したのか。まあ、ゆくゆくは。ってこと書いてありますね。で、魔の山って精神の息子たち、自然の愛し子たちの対立を書いてると。まあ素朴文学と情感文学。まあ、ゲーテみたいなものと、シラーみたいなものとゲーテみたいな、まあまあ、なんだ、ここに書いてある通りなんで なんだ、トニオ・グレーゲルで言うと、何にも考えてない人たち、ハンス・ハンゼンとかインゲボルグ・ホルム、肉体優位、騎士的、貴族的、まあ、ものと、ちょっと病んでるやつですね。ドストエフスキーの作品出てくるラスコルニコフみたいなのを、これは2つあるんだっていう文学概念、文学的な考えを発表したんですね。で、もう1個は病患ってもの。まあ、病気によって放獣になるがね、投げやりになるが、病気が精神性を深めるか、どっちかだってことなんですかね、俺ね。で、その考えが、まあ、魔の山で書かれていると。まあ、だからね、これから、ハウスもね、後半に行けばもっと、思索を深めていくんですよ。何も考えてね、坊ちゃんだったんですけども、まあ、マダム商社にも言われてますね。坊ちゃんだったんですけどね。まあ、思索を深めていくってことが書かれてます。で、まあ、トーマス・マンの超えてきた敵役たちなんだ。まあ、魔の山の登場人物。まあ、セテンブリンジュ、ナフタとペーペル・コルンか。あと、マダム・ショーシャー。この4人は、トーマス・マンが超えてきた己自身じゃないかってことを書いていただきました。ということでした。ありがとうございました。あちょうどひげやるんださ。じゃちょっとコメント拾わせて。兄貴の小説、嘆きの天使っていう映画がされてました。嘆きの天使ってありましたね。マレーネ・デートリヒが出てるやつでしたっけ？ 有名な映画ですね。マレーネ・デートリヒ。ね、出てくるやつですね。今調べたら。よくブックオフとかに100円で売ってると思いますけど、DVD。不朽の名作選。DVD セット。2980円で10本ぐらい入ってくる中に。入ってそうで、作品ですね。ハインリッヒ・マン・アンリ4世の評伝を書いていました。書いてたみたいですね。ウィキペディアに書いてありましたね。まあ、ということでした。ジェルジュ・ルカーチ。ルカーチがモデルなんですよ、ナフタってね。まあ、日本の福本和夫と親交があったんですね。社会学研究所っていうところでね。歴史と階級意識っていう本があります。私買いましたよ。アマゾンで300円ぐらいで買いました。読んでないけど。有名な本ですよね。ということでした。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、続きまして。メルマガ読者エバタさん。人間世界。先日、私が所属する職能団体の学術大会が開催されたので、
そこに参加してきた。で、まあ、これからの臨床実習であった。その中のある講演で、魔の山サナトリウムは想起させる話題が出てきた。それは、学用患者というもので、引用を始め。学用患者とは、患者の病歴が医学教育や研究に貢献すると認められた場合に、その患者の医学教育や研究に対する協力を得た上で、その患者に要する診療費用を大学あるいは大学病院を負担するような患者を言う。東京大学医学部明治10年医院規則第12、患者の中、学術講習の需要に適当なるものにして、貧困自ら薬事を課する、薬事料を弁するあたわざる者は、院の診断により救助患者たるべしとあり、この救助患者は学用患者に相当する。日本医師雑誌学用患者についてより、引用あり。要するに、医学の進歩のもと、貧しくて薬代を払えない人たち、お金は払わなくていいから、医学生の診断治療研究の練習材料にさせてもらうねという扱いを受けていた方々がいたのである。ペルクホーフは、医療費や医室代、食費は自費だったろうけど、患者たちは尊厳ある個人として見られているというよりは、言い方が悪いが、ただの対象物としてドクトルや顧問官さんたちに見られていた節があると私は思った。人文学者セテンブリーニが言うように、病気になってここで過ごすから放獣になるのか、元から放獣な人が病気になるのか、私には分からないけれど、現代の学校や会社も人を羊の群れにして、スマホやパソコンを与え、お祭り騒ぎを時々やらせて、自分で考えさせることをやめさせる仕組みがあるのだろうなと、私は宮沢さんの音声を解説を聞いて思いました。それにしても、レントゲンの下り、解剖生理学の本の下りが長かった。そういえば、以前、私が副鼻腔炎からなる顔面の痛みで耳鼻咽喉科を受診した際、私の次に診察を受ける方が、マダム商社のような、抱きしめればポキリと折れてしまいそうなシャーペンのような細い腕をした、やさな美しい女性でありました。診察室に私が呼ばれ、シャー合戦に私の顔面のレントゲンが貼られており、私はそれを見て、ああ、俺の顔面が不細工なのはこの骨格だから仕方ないのか、などと思っていると、そこへ看護師がやってきて、先生、すいません、これは次の方のでした、とレントゲン写真を貼り替えたのです。ああ、私は彼女の骸骨を見てしまったのです。そういえば、太宰治の作品であったっけ、人間骨格以上。終わり。ありがとうございました。鋭いボケ。人間骨格。ありがとうございます。これ、学用患者っていうのがいた。まあ、自分で薬代払えない、貧しい人は、まあ、あれですよ。医学教育のための材料として、治療させてもらいながら、研究の練習材料にしてもらうってことがあったってことですね。で、このサナトリウムの人たちも、そんな風に見える。まあ、でも医療体制がまだね、整備、ホスピスとか終末医療とかあるわけじゃないですよね。で、なおかつ、まあ、プライバシーがないわけじゃないですか。みんな、自分たちの病状をみんなに筒抜けだし。まあ、セテンブリには批判するように、ベーレス顧問官自体がこう、なんていうの、結構さばけちゃってるから、まあ、あんまり尊厳持って扱われないっていうか、まあ、悪魔の手代だって言ってますよね。って言われてるんですけども、まあ、病院経営とね、人間の尊厳が両立するのかって問題ありますけど。というところがあると思ったということを感想を書いていただきました。まあ、あと探究ってところでね、なんか解剖生理学がね、私読み飛ばしましたもん。面白くないから。解説もしてないけど。なんか、現代の、今発達した医学の知識からや、なんかよくわかんないことずらずら書いたんで、なんでこんなこと、まあ、教養小説だから書いたんでしょうけども、というところがありましたね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました、井端さん。では、続きまして、メルマガ読者、モーリーさん。魔の山、第5章、感想文。
トーマスマン魔の山第5章を読み終えた。実はこれほどの大長編の作品を読むのは生まれて初めてで、魔の山を読むことは私にとって登山に初挑戦するような気持ちだった。早速内容に入りたい。主人公ハンス・カストルプは当初3週間の予定だったベルクホーフでの滞在が健康の悪化により延長される。第5章では初めてレントゲン検査を受ける体験や勝者への妄想、恋、生命の神秘をめぐる読書体験、死期に迫った患者たちに面会に行くことなどを経て、だんだん平地に戻ることへのリアリティがカストルプの中で薄れていく様子が描かれる。私が特に印象に残ったのは次の3点だ。第1に、主人公とベルクホーフで暮らす人々の間にある種の共感が生まれていることである。死や病気に対するカストルプの考え方変化し、それに伴い人文主義者で個人主義的な自由を謳うセテンブリニーとの思想的な乖離が生じていること。2つ目として、カストルプが繰り広げる読書体験のその内容の凄さである。生命の神秘に関する若者らしい異様な好奇心、その炸裂が垣間見える。作者トーマス・ワンにしてもなぜあそこまで徹底的に書き尽くさないと満足しなかったのか、小説というジャンルについてどのように考えているのか、読むのに一番忍耐力を必要としたところだが面白いと思った。最後はやはりカストルプが勝者と初めて言葉を交わし、自分の愛を打ち明けたが子供扱いされて振られてしまうところである。療養生活の中で一番の楽しみにしてきた勝者との精神的な暗黙のコミュニケーションが断たれる。カストルプの時間の中で精神的にどのように立ち直っていくのか今後も楽しみである。終わり。ありがとうございました。初めての長編小説ってことですね。大変ですよこれ、初めて読むのも。罪と罰とかから始めた方がいいですよ読みづらいですねこれね。一人で読んでたらなんか確実に挫折する。もう多くの人が魔の山で遭難してね、もう第5章探求ぐらいで嫌になってもう読むのやめたんでしょうね。大丈夫ですよ、もう一緒に読んでね、パーティーを組んで登ってますからね、最後まで登りましょう。だんだんまあ自分も結核だって分かってからね、考え方、まあ時間感覚がおかしくなってくるんですね。で、まあホスピスっていうか、だったり、まああとは生理学、解剖生理学に興味を持って、あ、高い専門書買って、オーガ療法しながら読むようになると。それとともにね、マダム商社に対する体の興味が尽きなくなってきてね、商社の裸、想像、してしまうってね、いうことが書かれてますね。で、読書体験の内容のすごさ、探究のとこですよね、これね。なんであんな徹底的に、私ちょっと読み飛ばしちゃったんであれなんですけど。でも、あそこが面白いっていう、感銘を受けたっていう感想文もあったんで、まあ確かにそうなのかと、思わんでもないですけど。ちゃんと読めばよかった。ということでした。で、まあ、振られてしまうと。まあ、この後どうなっていくんですかね。どうなっていくっていうか。彼氏と一緒に帰ってくんでね。新しい。その彼氏はとんでもねえやつなんですよ。びっくりするような人だった。なんていうか。セテンブリンとかナフタより強烈な人だった。っていう話になりますけど。じゃあ、モーリーさんありがとうございました。もう540ページも読んでいただいてありがとうございます。では続きまして、メルマガ読者さくらさん。魔の山上巻第5章最後までの感想文。今回もなんとか最後まで読むことができました。途中イタリア人とのお話が難しかったのですが、解説していただいているので、なんとなく、少しはなんとなくわかる部分もありました。誰かと深く議論するようなことのない私、ことは私にはないので、すごいなと思いました。なんとなくこの人とは意見が合わなそうだなと感じたら自分の考えをぶつけたりするようなことなくスルーするだけだな。自分のことに置き換えてみたらそう思いました。今回の場面で面白いなと思ったところは、引用はじめ、肖像画だって紛れ込んでいたこともありましょう。あなたも一枚描かせてくださいますか。は、いいえ。しかし、いつか顧問官さんの作品を拝見させていただけましたら本当にありがたいんですが。ヨアヒムはいとこの顔をびっくりして、見つめたが、彼も拝見できたら本当にありがたいと急いでいとこを後から
いとこの後から言った。439ページに終わり。ヨアヒムの顔が浮かぶようですごく面白かったし、自分だけ興味ないからといってそんなこと言えない感じのヨアヒムの優しい感じが出てていいなと思いました。なんだかんだでいつもハンス・カストロプにいろいろ巻き込まれているけど、それに付き合ってあげるところがいいなと思いました。カストロプが勝者夫人の絵を見て気に入りすぎて椅子のところまで持ってきてしまっているのには笑ってしまいましたが、高音感もそんなこと、そんな気になったなら差し上げますってなるかなと思ったらならないのが少し残念に思いました。終わり。ありがとうございました。なかなかね、あれ まあこれトーマス・マンのユーモアだと思うんですけども、だんだんね、なんかハンスの様子がおかしくなってくるんですよ。で、一つは、いくつかそのね、横にいて、ヨアヒムがちょっともう、共感性羞恥、自分のいとこが恥ずかしくなってる部分が、結構ちょこちょこありましたよね。そこが面白かったですね。お前何言ってんだみたいな感じになって、あっけに取られてるシーンになって。よくちびまる子ちゃんでね、まる子がわけわかんないこと言い出して、たまちゃんがドン引きしてるみたいなシーンあるじゃないですか。あれと一緒ですよ。まるちゃん、それは違うよとか言って心の中で言うんだけども、もうなんかもう突っ走っていっちゃったみたいなね。まる子でしたっけ、あれ。まる子はね、感じになってて。ペーレンスに肖像画見せてくれってね。拝見させてくれと言って、まあ、尋ねていくんですね。まあ、もう一つはね、あれか。週末医療的なことやってる時にね、あなた、何をされてるんですかって、私はエンジニアですって言ってね 造船技師ですって言ってね 嘘つくんですよ 一応社会人もやったことありますみたいなこと言って、で、ヨアキムがびっくりするんですよ おい、嘘言ってんぞって言ってね。あれ、どこだったっけ どっかにありますよね、その話。亡者の踊りにどうか。何ページ忘れちゃったけども、私はちょっと、平地で働いたことがありますって言って。なんか まあ、罪のないね、嘘つくんです。あと、あれか。なんか、勝者に気を引いてもらいたくてね、ヨアヒムとね、なんかその、なんだっけ。なんか、なんとか夫人、クレーフェルトだから、夫人に話しかけるシーンがありましたよ。どこだっけ？どっかにあった。402ページか。402ページ。気を引くためになんか大声で喋ってね。クレーフェルトって人と喋って、なんか大声で喋ってね。まあ気づくんですよ。ヨアヒムは、403ページ、ヨアヒムは道具に使われていることを感じて目を伏せていたし、クレーフェルトもハンス・カストルプのうつろなそわそわした目つきから、自分が目的のための手段に使われているという屈辱感を次第に持ち始めていたが、ハンス・カストルプは膨れてみせたり、気取ったり、お世辞を言ったり、声に艶を持たせようとしたりしていた。とうとうその苦心が報いられて、勝者夫人は変に喋り立てている男の顔をねじ向け、彼の顔を見た。ほんの一瞬間、プリビスラウそっくりの目は足を組んで座っている男の体を素早く滑り降りて、彼の黄色い靴の上に軽蔑に近い、軽蔑に等しいまなざしでしばらく留まり、やがて物嘘におそらく微笑を秘めて靴から離れた。思いがけない惨めな結末だった 気を引こうとして、ヨアヒムとかね、知らないお嬢さんを出しにして、わーわーさ叫び立てて、で、軽蔑された目でね、つま先見られるっていうね まあこれヨアヒムはもう共感性羞恥ですよね、これね。ということですよ。みんなの前で勝者の魅力を演説しちゃうんです 全般的に出汁に、なんかヨアヒムがだんだん出汁に疲れてるだけだってことだね。あと、あれか。ベーレンスの
トルココーヒーがね、トルココーヒーの道具があるんですけども、そこはね、わいせつな模様が書いてあるんですよ。で、あれを商社に出してんのかって思うと嫉妬に駆られるんですよね、あれね。なんかす、なんだ、セクハラ親父ですよね。肖像画書いてもらって、ちょっと、じゃあ、自慢のトルココーヒーがありますから飲みますかって言ってね、とんでもねえ、卑猥なイラストが入ってる。頭おかしいだろって話ですけど で、給仕されるんですよね。まあでもあれはね、私読み返しで思ったんですけど、ドルココーヒーのみだらな模様っていうのは、347ページでセテンブリニが古代人というのは、神聖さと淫猥っていうのを同一視してたんだっていうね、話ですね。347ページ。古代人は死者と石棺を性と生殖の寓意画で、そして淫猥な象徴で飾りました。まあ男性性器とか女性性器、ふんだんに模様であしらって棺を飾ったんですね。古代の宗教心にとっては、神聖なものと淫猥なものはしばしば同意義だったんです。古代人は死を尊ぶ道を知ってたと言えます。死は生の溶乱、生殖の母体という意味で、荘厳なものです。まあこれはね、多分ね、ショーペンハウエルの自殺についてにも、これ同じこと書いてあるんで、まあ、トーマスマンってショーペンハウエルとニーチェが好きだったらしいんで、まあそこから着想を得た話だと思うんですけども、なんだっけ、自殺についてにも、なんでアジア人がね、石棺に、わいせつな、なんかイラスト描くのかって、彫りもレリーフつけんのかって話をね、ちょっと書いてあったんです。内容ちょっと忘れちゃった あ、だからなんだ。まあ、エロスとタナトスが一緒だからっていうことですよね。もともとコメディのつもりで書いたっぽいですから。まあ、そういうことですね。なんか、ありがち。なんか痛いのを書きますよね。いたたたたたってね。トニオ・グレーガーもそうじゃないですか。ハンスとインゲのダンスパーティー、見つめててね、怪訝な顔でみんなに 変質者扱いされるってね、かわいそうなシーンありますね。まあ、ベニスに質もそうなんですけど、映画版で見たとき、なんだっけ、アッシェンバッハだっけ。なんか顔におしろい、なんか顔に、なんか、なんだ、あれが白髪染めみたいなのがどんどん頭から垂れてくるの、最後。海辺で。ね。若作りしてんのにね、なんか化粧がはげてきてね、みっともない感じになってるんですよ。私もあの絵をもらうと思いました。皮膚そのものにかけたことですし、と。もうなんか、あれですよね。なんか書いていただいた通りも、額縁から外してね、これちょっと暗いところで見るとよくわかんないんで、ちょっとぜひ明るいところで見させてくださいとか言ってね。額縁を壁から外してね、持ち歩くんですけども。まあ、最後あれなんですよ。ウェーレンス顧問がって急にね、気が塞ぐんですよね。もう帰ってくれっていう。もう、ウサギの虫に取り憑かれたから帰ってもらえますかみたいなね。言われるんですよね。あれ、私わかりますね。急にウサギの虫に取り憑かれるっていうかね、もう。AB 型の人によくある 何が嫌なことがあるとふとしていなくなるっていうね。勝手に帰っちゃうみたいな 急にウサギの虫に取り、さっきまで楽しくやってたのに、ね、急に不機嫌になって帰っちゃうみたいな。帰っちゃうっていうか、まあ、いつまでかいなくなるみたいな。で、ベイレスも、そうなっちゃうんですね。ということでしたね。なんであんな、まあ、あの映画見たかったんで、まあ、ベイレスとの仲も疑ってんですよね。なんか関係があるんじゃねえかと。まあ、奥さんもね、先立たれてますしね。まあ、それを直接に、ワルプルギスの夜でね、ベイレスとどう関係なんだって言って、関係ねえって言われるシーンがありましたけど。というとこでしたね。まあ、ヨアヒムは、まあ、ちーまる子ちゃん、たまちゃんですよ。たまちゃん役、だんだんたまちゃん役になってる。ツッコミを入れる人みたいな。まあ、でもこういう人がいないと長編小説も成り立たないですからね、横で。まあ、私もよく言うんですけど、あれ、シャーロック・ホームズとワトソンっていうかね、
隣で突っ込んでくれる人がいないと話ってのは進まないですから、基本的に。ということでしたね。まあだからそんなに気に入ったら差し上げますってなるどころか 急に不機嫌になって帰ってくれって 急に不機嫌になって帰ってくれっていうのはね 結構ツボでしたけどね よくある話だなと思って。うさぎの虫のお見舞いです。お二人とコーヒー飲んで、コーヒーをうまく感じていたんですが、不意にこのように見舞われてふさぎ込むんです。ということでした。だから、ふさぎの虫にね、取り憑かれなかったら、絵くれたかもしれないですね。じゃあね、もうよかったら持ってってくださいって言ってね。全然似てないんですよ、絵がね。下手なんでしょ 似てないけど褒めちぎったから。じゃあ、ありがとうございました、さくらさん。キャッシー使うの 情緒不安定だな。四万十川料理学校 じゃあ、ありがとうございました。エンジニアですって、そういえばそうですね。ね、私はエンジニアとして働いてましたみたいな、嘘ついて。あ、コメント書いていただいた。ちょっと待って。トトさんのコメント拾ってよ。ある学系上の頑丈の梶井作品にも古代ギリシャの使者を入れる石棺の表にみだらな絵の話が書かれてたと。あ、書いてありましたね。そういえば。思い出したら。書いてありました。書いてありました。じゃあ、ありがとうございました。はい。では、続きをやっていきたいと思います。今日はトーマス湾の魔の山の第5章の読書会をやっております。じゃあ続きまして、メルマガ読者、大井元気ボックスさん。読み上げていきます。坊っちゃんの失恋。私があんたみたいな男になびくと思ってるの。友人から聞いた話だが、学生時代、同じクラスの女性が言い寄る男性に一発食らわせたという言葉である。ニュアンスは異なるが、ハンス・カストルプが勝者夫人に相手にされなかったシーンを読んで、遠い昔を思い出した。上巻のハイライトはここにあった。それまでの細かすぎる情景描写も人物設定も、ラスト20ページほどのこのシーンのためにあったように思う。こうした話の展開はドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」に近いものを感じる。おそらく下巻にはこれまでの背景を元にした山場があるのだろう。療養目的であることもあり、ベルクホーフには娯楽も人の交流もあまりない。まさに閉鎖空間である。その反動からか、開放的となり熱く燃え盛るカーニバルは異常な空間として映る。そこにハンス・カストルプの勝者夫人への一方的な思いが絡まり、カーニバルと恋の炎で場面は一気に最高潮となる。そればかりではない。なぜヒッペなのか、なぜ鉛筆なのか、4巻まで読んだ中で理解できなかったが、それが最後の勝者夫人とのシーンの伏線になってたよ、という演出も。結局、ハンス・カストルプは振られてしまう。カーニバルで高まった感情背景に勝者夫人を口説くが、お坊ちゃん扱いされて全く相手にされない。さらにストーカー的な発言から逆に気味悪がられてしまう。それでもなお食い下がるが、最後には何を言ってるかわからなくなってしまう。一方的に自分の思いをぶつけるだけの姿勢は世間知らずのお坊ちゃんと言われても仕方ない。恋愛を含め人との付き合いにはお互いに理解し合うプロセスが必要である。カストルプはそこが欠如していた。冒頭の振られた男性も一方的だったらしい。その後彼はどうなったか続編は聞いていない。彼もまたお坊ちゃんであったようだ。ハンス・カストルプは下巻でどのように立ち直るか楽しみにしている。終わり。ありがとうございました。鉛筆の話が、ヒッペに鉛筆を貸した話がね、ワルプルギスの夜でネタフリとして聞いて、豚の目をつぶって豚の落書きするシーンで鉛筆を借りると思いすぎになって近づきになるっていうね、なかなか綺麗な伏線の回収がありましたけど。自分が あんたが みたいな男になびくと思ってんの
これきつい一言ですね。脈があるかないか、脈があるのかないのか、自分で冷静に測るのは難しいですね。麻雀と一緒ですよ。この手役で上がれるのかどうか。希望的楽観でいくと痛い目に遭いますから、脈があるのかどうかね、考えなきゃいけないんですけども。アンスカストロがそういうことを考える。だんだんね、なんかもう、なんかだんだん精神のバランス、精神がおかしくなってきてるんですね、これね。第5章で分かったね。ちょっともう気持ち的に全てに関して上ずってるっていうかね。上ずってなんかまあ、はしゃいでるみたいな感じで、痛々しい感じが 出てましたけど。というとこでしたね。それがまあ、まあ、なんかずっと見てたってことを話すんですね。いろんなことね、詮索してた。今日は新しい服だ。いつも誰だ、いつ、今日は新しい服着てるね、みたいなね。いつも見てんのかい、みたいなね。マダム商社だから相手にしてくれるけど、真面目な人だと気持ち悪いなと思いますよね。あんまあしらわれてるんですね、これね。最後は三角帽子をかぶさせられてね。カーニバルの王子様って言われますけど、ね。最後、ひざまずいてね、のけぞって、なんか上ごとしゃべってるんですね。ということでした。まあ、下巻ではね、まあ、これで勝者しばらく出てこないんで、まあ、下巻は下巻で、また別の面白さがありますんで。なんとかね、一緒に読んでいきましょう。じゃあ、大井元気ボックスありがとうございました。あ、ミレミさん、こんばんは。では続きまして、メルマガ読者主題さん。魔の山第5章読書感想文。生命とは何か。第5章第6節の探求でカンスカストルプは思考する。この少し前には彼は絵画を通じて瀟洒婦人の皮膚を食い入るように見ており、さらにその前にはレントゲンを通じて自身の骨を透かして見ていた。この2つの出来事は彼を生命への探求に誘うには十分であったのだろう。引用始め。さて、それなら生命とは一体何だろう。それは熱であった。形態を維持しながらも一瞬一瞬も同一な状態のないものが作り出す熱。中略。絶えず分解、新生する過程に付随する物質熱である。引用終わり。分解と新生の過程の重要性を説くこの考えは、生命とは動的平衡なシステムであると説く福岡伸一氏の主張に重なる。すなわち、生命は分解と新生等を繰り返し、自身の体を絶えず作り変えることで維持しているのだ。さて、ベルクホーフのは各国の人々が集まるヨーロッパの縮図である反面、療養施設であることから、彼ら彼女らにとっては主だった活動のない期間、いわば人生における性的な期間であるとも言える。一方、外の世界に目を向ければ、当時のヨーロッパは一発触発的な緊張関係にありながらも、緊張感が生まれる秩序により平衡が保たれていた。しかしながら、細胞の一つ一つが絶えず生まれては死ぬように、そのような時間も長くは続かない。間もなく第一次世界大戦という大きな動乱にヨーロッパ人は巻き込まれていくのだ。引用はじめ、生命は有機組織に基づいているからであった。中略。有機体は原始的な複合体だからであった。引用終わり。このカストルプの発言にもあるように、ヨーロッパを一つの生命体と捉えることができる。すなわち、様々な国々、人々が複雑にがらみ合った複合体こそヨーロッパなのである。第一次世界大戦に限らず、イスラムの脅威、ナポレオンの侵略、ナチスの台頭といった動乱にあっても、ヨーロッパは秩序を回復し、存続してきた。この後、ヨーロッパの歴史も俯瞰してみたら、生命の動的平衡と何も変わらないことを教えてくれるのである。ありがとうございました。なんかハンス・カッソルブが急に、まあ、病気になってからですね、人体の秘密に、不思議に、なんか、興味を持って、まあ、医学書を読んでるシーンが探求っていう説、第6説ですね。夜遅くまでね、なんか、ずっと、で、それ読みながらなんか無双してんですね。シーンがありました。まあ、生命っていうのは、
動的平衡なシステムで、ヨーロッパもそうだと。生きてる分解と新生を繰り返すと。まあ、あれですね。一番はね、私、人間の条件で解説してるんですけど、ハンナ・アレントが言ってることで、資本主義っていうのは投資と回収のサイクルなわけですよ。投資して回収するっていうね、終わりなきサイクルが資本主義だと。で、これは結局産業革命が起こってね、まあ、産業革命で起こったら、まあ、分業するようになった。会社に行って分業するようになった。で、資本を、再投資して回収していくと。で、実はね、それ以前の社会ってね、必ず物が朽ちていく。社会的な富っていうのは、いくらあっても朽ちていくと。中国の王朝って何度も崩壊してんじゃないですか。すごい莫大な富持ってんのに崩壊していくんですよ。なぜかと、富そのものは、分解してなくなっていくんですよ。使い尽くされて。まあ、収穫物がそうじゃないですか。お米だって10年も20年も持つわけじゃないじゃないですか。小麦だって。いつか腐っていくわけじゃないですか。で、社会的な富、人間が作り出したものっていうのは、基本的に、いくら溜め込んでも朽ちていくんですけども、ただ資本主義っていうのはサイクル自体が、の永続性っていうのがあると。その投資と回収のサイクル自体は、ずっと永続性に近いものがあって、物は腐るけど、投資と回収のサイクルっていうものは腐らないわけですよ。で、ヨーロッパっていうのはなんでおかしくなっちゃって、資本主義がね、どんどん発達していくと、その投資と回収のサイクルによって、まあ、なんて言うんでしょう。今までだったら、なんか、緩やかに王朝が、分裂していったりして、政治過程が終わっていくんだけど、それぞれの帝国がですよ。資本主義が乗っかっちゃって、投資と回収のサイクルを凄まじくやってたら、ぶつかっちゃったわけですね、世界大戦って形でね。生産力が、なんだ 生産力が異常に高まると、すごい勢いで資本主義のサイクルが回っちゃって、で、それ自身が、動的平衡を壊して、資本主義自体がもう、なんていうの、内部から動的平衡を崩しちゃうってことですね。ってとこがある。ってことを書いてました。まあ、私、なるほどなと思いましたね。だから第一次世界大戦って資本主義が発達しなきゃ起こんない。世界大戦なんて。高度に資本主義が発達すると、あまりにも、まあ、帝国主義で利害がぶつかってしまうわけですよね。成長が早すぎて。まあ、なんだろう、免疫力が暴走する 免疫力が暴走するって 今のコロナの問題と一緒ですよね。サイトカインストリームってやつね。免疫力自体、投資と回収のサイクル自体が免疫力と同じもんだとすれば、免疫システムと同じだとすれば、免疫システム自体が過剰になってしまうと。まあ、花粉症がそうじゃないですか。花粉症って免疫の暴走じゃないですか。花粉に対する免疫で収まってはいいんだけど、過剰な免疫があるから涙とか鼻水とか出てきちゃうわけじゃないですか。で、このハンスの病気もね、動的な平衡を崩しちゃってるんですね。彼の中にどんどん熱が出てきて、その熱の原因がね、勝者に対する行為なんだっていう 後付けポンみたいなこと言い出して で、なんか告白しちゃうみたいなね。この病気はあなたへの愛と共に始まったんだ。もともとあったものが出てきたんだみたいなね。それはその資本主義的な暴走っていうか、ただ免疫システムが並行してりゃいいんですけども、結核にかかることで、まあさ、あの八王子ヒゲナルマさんが言ってる、病患に遭うことで、システムが暴走、自己暴走、自分を傷つけるっていうか、で、社会もそうだと。ヨーロッパ自体も、まあ資本主義によってどん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 、あれですよ。おかしくなっていっちゃった。まあ、サナトリウムの上では自分自身の結核によってバランスが崩れ始め、社会は社会で資本主義の暴走によって、世界大戦になっていくっていう、まあそういうパラレルな感じを書いてるんじゃないですかね。まあ、
そういう感じがしました、読んでて。ということでした。じゃあ、ありがとうございました、取材さん。第一次大戦はナショナリズムが主な原因だと思ってました。あ、帝国主義ですよね、ナショナリズムっていうか。帝国主義。帝国主義が、まあ、国民国家、今までね、同じ民族だから仲良くしようってなかったっていうか、それが強まったわけじゃないですか。創造の共同体ですよ。ベネディクト・アンダーソンだっけ。言った。それが生まれてくるんじゃないですかね。それが、まあでも生産力の向上が一番じゃないですか。資本主義の発達っていうか、まあ帝国主義って、ドイツが統一した後、帝国主義的になって、植民地求めて、まあ、なんで植民地を作るかってことですね。過剰に生産されたものを消費するところが必要なわけですよ。なんでインドがイギリスの植民地だったかっていうと、イギリス人ってのは過剰に生産力があって、自国で消費しきれないほど、プロダクツを作っちゃうじゃないですか。で、それを消費させるために、植民地に余剰生産物を押し付けるっていうことをやるわけですよ。まあそれがほら、結局植民地を必要とする帝国主義って市場が必要なわけじゃないですか。新たな市場ですね。自分たちのプロダクツを消費する新たな市場を開拓するために植民地開拓していくんじゃないですかね。ということでした。あ、ナナンダさん、ありがとうございます。コーヒーの卑猥なオブジェも出てきて、ベイレースとの大人の秘め事を感じるシーンで、映画化されてるんですか、これ、バズヤさんって。あ、そうなんですか。ありがとうございます。では、続きまして、メルマガ読者、若智子さん。あの山第5章、感想文。ハンスの数え24歳という若さを思えば、短い話を中断させまいとする作法にしても、苦悩に対する振る舞い方にも、西洋の伝統的形式の厚みに、私はおっかなく感じるし、悪情すると随所に表現が面白い。徳富蘇峰が著書、大正の青年と帝国の前途の中で、青年の五類型を論じ、吉野作造の筆が炸裂してはいても、西洋から眺めれば、日本はユーラシアのドン突きの果て、ペンチャンの地であり、映画館で流れる世界ニュースでは日本イコール色街芸者に象徴される程度のプレゼンスである。ペンチャンとは麻雀用語で端っこの牌のこと。若者は内的運動すこぶる活発。細胞の刺激感性も鋭敏にして合宿でもしようものなら、この人の私服見てたんと違う。ご飯おいしそうに食べる、風呂上がりの顔、なんか好きという感じは、預かり保育の3歳児でも知っているんだろう。常に揺らぎ明滅する細胞の生理が、第5章7節の探求において、スピード感たっぷりに記述されている。引用はじめ、生命は物質でもなければ精神でもなかった。両者の中間物であって、被爆にかかる虹のように、また炎のように、物質を素材とする一現象である。生命は物質ではないが、しかし、快感と嫌悪を感じさせるまでに官能的で、自分自身を感知するまでに敏感になった物質の恥知らずな姿であって、存在のみだらな軽減であった。474ページ、引用終わり。光学技術が発達して見えるものが爆発的に増えた結果、かえって目に見えないものが際立っていくような、大乗仏教、密教の境地に連れて行かれたような浮遊感が次の一節にある。引用はじめ、分業の原理によって組織された社会的団体である都市と国家は、有機生命に比べることができるのみでなく、有機生命の繰り返しであるが、それと同じように厚木にくるまった青年研究者の頭上、玄関にきらめく谷の上空に、無数の集団と軍団がと形像が月光に青く漂っている大宇宙の星の世界は、自然の奥深くに存在する原子の中にも極めて広大な繁栄をもって繰り返されていた。485ページ、引用終わり。
京都の坊さんが言ってることと近い。日本はペンチャンでもないのかもしれない。作中何度も出てくるガチャンガチャンと扉のバルコニーの仕切りは、ガチャンガチャンの扉とバルコニーの仕切りは無機のガラスである。ガラスはキラキラ綺麗で冷たい。かたや有機体が全体として同時に動的である原理を詳しく書きながら、分解しつつ存在し続ける社会原理も写し書いているのと、細胞にとっては放射さがもともと好都合であり、分業原理とその構成についてまで書かれているのは圧巻である。有機体への重み付けがしつこくて苦悩とは何なのかを考えずにはいられなかった。終わり。ありがとうございました。徳富蘇峰のなんか渋い本読んでんですね。吉野作造がいくら大正デモクラシーについて語っても、日本はね、ユーラシアの極東アジアの小さな国だってことですね。ペンチャンだと。ペンチャンって。ねえ。カンチャンペンチャン、ご機嫌リーチ。ということですけども、内的な運動がすこぶる活発であると。ということ、合宿すれば、なんかテンション上がっちゃうってことですかね。ちょっとよくわかんないですけど。まあ、サナトリウムでね、なんか探求心が芽生えてきてね、生命について、有機体について、社会とはね、なんか哲学的な、今まで考えたことないようなね、こと一生懸命横になりながら考えるんですよね。ということが書いてありました。じゃあ、若智子さんありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者トトさん。和の山城第5章トーマスマン感想文。いとこの見舞いで終わるはずが、ハンス・カーストロープ自身にも灰に浸潤が見つけられよう、療養の身となる。寝かせられていた日々、セテンブディーニとの対話のうちに、故国ドイツを遠くから見つめ批判するような非日常、サナトリウムの完璧な療養システムに埋没していく。ここに登ってきた人は、人生から離脱する。そしてイチャつくことと体温のことしか頭になく、残白と考えるようになり、なる。と、セテンブリーニは、ハンスがすでにここからいなくなることを想像していたのだ。ハンスの幼い頃からの立場をよく理解しながら、セテンブリーニの意に反して、ハンス・カストロプはロシア人でアジア的な、自由な、で芳醇なクラウディア商社に陶酔していく。セテンブリーニの論述を称えながらも、それを取捨選択し、商社に関することに反対する彼を軽蔑さえしている。このハンスの心の食い違いが単純と言われるゆえんだと思われた。商社に会いたくてここにいたいがために、水銀のメモリがまで上がれば良いと思うまで心がちぐはぐになっていた。任意をはじめ、むしろ連城の中でも随分冒険的で放蕩事的な編集であり、熱病患者の容態や高原の重圧と同じように悪寒と熱気が入り混じっている状態であった。そしてこの両極端にを結び合わせる情緒的な中間の媒介物、これが欠けているのであった。聚落。それに彼の連中は、こういう精神状態がどういう場所、どういう環境でも伴う苦痛を残らず彼に味わわせ、喜びも残らず与えたのであった。苦痛はえぐるような痛みを与え、すべての苦痛に苦悩、苦悩はえぐるような痛みを与え、すべての苦悩の霊に漏れず屈辱的なものを持ち、神経系統の激しい侵害を意味し、そのために呼吸が苦しくなり、大の男が苦い涙をポロポロ流すほどであった。喜びについても一言すると、これも数が多く目立たない動機から芽生えはしたが、苦悩に負けずに魂を震撼させた。ベルクホーフの一日はほとんど1秒ごとにそういう喜びを秘めていた。397ページ、398ページ、引用あり。何人も死んだかもしれない清潔なベッドに眠り、尊厳も持たれない死が繰り返され、知るすべのない事実が起こっていくことを想像するだけの幻想のベルクホーフ。近代の愛が起きてしまうのも、皆の病状を知りつつ見てみないふりをするのも、自分の行方を知り黙り込むのも、病とともに毎日の苦しみを無意識に受け流す愚かさを持たなければ人は生きられないなのだという切実なものを感じた。官能的な欲望に今ハンスは浸っている。
生命は物質ではないが、しかし快感と嫌悪を感じさせるまでに感動的で、自分自身を感知するまでに敏感になった物質の恥知らずの姿であって、存在のみだらな経験であった。474ページ。探求という説の中の生命とはというとても難解な文章の中で、なんだかモヤモヤした箇所だった。ジョーカーを読み終えたという喜びと、作品の難しさと、読んでいく過程でそれぞれの細かい感動とで胸がいっぱいになってしまい、感想文をどこから書いて良いものか、おまけのようなものになってしまった。終わり。ありがとうございました。まあ、離脱のこと書かれてますよね。なんな、平地のこと忘れてっちゃって、ここでしか生きられない感じになっちゃうから、まあ、世間ぶりには、まあ、降りた方がいいって言うんですよね。で、あんまり勝者にくっついていっちゃうと、あの投げやりな感じに感染しちゃうと。そうするともうここから出られなくなっちゃうって話するんですね。だけど、まあ、恋愛で頭やられちゃってますから、まあ、まあ、病気である。だろう病気であれば、同じ結核であることで結ばれてる中で居心地よくなっちゃうってことが書いてありましたね。まあでも平地と違うね、全然その尊厳を持たないしとか、なんかまあみんなでも自分の死のことを語りたくないんで、誰かが死んだって話もすると嫌がる。シュテール夫人でしたっけ、いましたよね。でなんかまあ船舶になるっていうか、なんか、イチャついたり、ふざけたりして、いるっていう中でも、でも夜は一人で生命とは考えてるっていうね。まあ、それ頭の中の激しい、自分探しみたいなのね、書いてあったということです。まあ、ちょっとね、これまとめんの難しいですよね。まあ、なんとか下巻もね、頑張って読んでいきましょう。じゃあ、ありがとうございました、トトさん。はい。じゃあ続きまして、メルマガ読者玉井さん、時間者トーマス、第5章のあらすじ、アースはレントゲンを取って生物学とか解剖学の本を読んで、生命の神秘を感じて、マルプルギスの夜さながらのお祭り騒ぎに便乗して、勝者夫人に告ったら微妙な反応だった的な話である。読書感想文、ドニオ・クレゲルは読みやすかったのにな。感想文か。余談、時間に関する微暴録的なメモ。作中でたびたび語られる時間に関しては、素人玄人問わず多くの読者が考察している。そこで今回、第4章、第5章における時間について、他者の見解も踏まえつつ、私なりに整理することにした。で、以下がその微暴録的なメモである。第4章、時間感覚についての余談で言及される時間。語り手による時間感覚イコール時間の感じ方なるものの要点は以下の通り。該当箇所は岩波文庫183ページから186ページ。1、生活が変化に富む場合は時間間隔が短く、生活が退屈な場合は長いという考え方が正しいとは限らない。2、生活を開始して6日、8日程度の小さい時間量イコール短時間の場合、新たな生活という変化が時間間隔を新鮮にし、時間監督、時間を捉える力が活発化しており、そのため時間間隔が長くなる。3、そこからさらに大きな時間量、長期間となると、かつては新生活のように慣れによって単調な日々となり、かつての新生活は慣れによって単調な日々となり、それらの日々を集約すれば1日同然である。そのために時間間隔が鈍化してしまい、結果、時間間隔が短くなる。4、したがって上記1のはむしろ逆であり、正しくは生活が変化に富む場合は時間間隔が長く、生活が退屈な場合は短いとなる。第5章、永遠のスープと突然の上がる差で言及される時間。第5章における時間は、第4章と重複する箇所が一部ある。後述丸5。そして別の示唆も見受けられる。後述丸6。つまり、第5章で語り手は上記2つの時間について持論を展開している。該当箇所は316ページ、317ページ。丸5、317ページで語られる永遠のスープ云々に関しては、前述丸3、丸4と同様の理屈であり、永遠に運ばれてくるスープによって時間の区分が消滅し、現在だけが続いていくのだという、イコール過去や未来といった時間の動きを感じない。
また一見不可解なのが、永遠を前にして退屈であるとかないというのは矛盾も甚だしいという表記だが、先における矛盾とは永遠という時間の区分がないにもかかわらず、退屈という時間に起因した状態が存在することが矛盾だと指摘している。丸6、316ページにおいて、語り手は私たちという言葉を使う、イコール語り手プラス読者。さらに317ページで、語り手は私たちがハンスにお商売して経験する時間を呼び覚ましたのだと言い、これを踏まえて316ページに戻ると、第4章までの3週間に比べて第5章からの3週間あっという間だとし、それは物語の法則にかなっているのだという。つまり、ハンスの経過時間は前述丸3の状態であり、語り手は以降のエピソードを語るとき、私たちも丸3に合わせて短くなるから、そこのとこよろしくと、読者に注意喚起している。上記丸5の時間論は一転して、とは一転して丸6はややむずい。丸7、したがって本書は暦上の客観的な3週間でなく、ハンスの時間感覚を前提とした3週間及び、先のハンスの時間に依拠した物語進行上の3週間といったように、3つの時間で構成されている。時間言及の意図、作詞効果。感想文の文字数制限オーバーのため、残念ながら割愛、かっこ言い訳に成功、といったことを考えながら、南青山の一流レストランに行ったら、四流日本人席に案内された。以上、終わり。ありがとうございました。時間について書いていただきました。第5章の初めに、時間について、最初に過ごした3週間と、その後、居残りしてからの3週間、時間の流れが違うってことが、316ページに書いてありましたね。この小説はでも、なんかそのサナトリウムの中の時間の流れがね、我々のいる、暮らしてる社会と違うってことなんですよね。まあ、繰り返し、ずっと繰り返し、ですよ。まあ、刑務所もそうなのかな。刑務所だってずっと単調な生活なんですね、おそらくね。作業して寝るみたいな、繰り返しで。そうなると、まあ、刑務所っていうか収容所か。収容所みたいなね。イワン・デニソビッチの収容所群島みたいな。その繰り返しになっていくと、その時間感覚が結構この作品ではね、まあメインになってますよね。なんか、よくほらカジノに時計がないって言うじゃないですか。時間があるとみんな帰っちゃうんで。時計をなくすともうカジノに熱中してるとね、時間感覚がバグるわけですよ。で、やっぱ興奮してるからすごい短く感じて、気づけば朝入って夜中まで行っちゃうみたいなね。で、まあサナトリウムも、まあ、カジノではないけども、なんかそれぞれで、まあ時間感覚で、まあ、その、スケジュールは決まってんですけども、毎日が、ルーティンだから、だんだん、そう、変わり映えがしないわけですね。変わり映えがしなくなると、まあ、それによって精神状態も変わっていくっていうか、ことですよね。で、ちょっと私も、ちょっと、何を書いておられるのか、ちょっと、難しくて分かんなかったんですけども。なんでんだろうな。これ、まあ、ベルクソンの哲学をね、下敷きにして書いてるっていう、なんかどっかに書いてありますよ、これ。の小説。でもベルクソンってその頃もう時間について書いてたのか。まあショーペンハウエルもベルクソンも元はカントの空間とか時間論から発展させてものを書いてんですよ。内的時間というのはその内的現象ですよね。時計で待ってる時間というのは1秒って空間が針が動くことで空間によって時間を表彰してるっていうんですけど、時間の感じ方ですね。時間感覚っていうのは自分の頭の中にしかないんで、長く感じるか短く感じるのかっていうのはもうほとんど主観的な問題ですよね。でその主観としての時間がまあ何て言うんだろう、まあその平地にいるときはほらみんなと一緒に暮らしてるから、
まあ、教会の鐘が鳴るとかね、夕方になんかよくわかんねえ、行政のなんかね、チャイムが鳴って、なんか 放送が流れるみたいなね。そういうのがなくなっちゃうわけじゃないですか。もうカジノにいるようなもんですよ。なんかいつなのかわかんなくなって、もう同じこと繰り返してるけど、外界と、接触がないから、なんかぼやけてくる。ぼやけてきちゃうと。まあ、時間を管理する権力ってのはありますよね。会社に行けば何時まで出社しなきゃいけないとかね。あるわけじゃないですか。常に時間に追い立てられるっていうか。そういうのは最低限しかなくなっちゃうと、どうなるのかっていうね。そんなことが書いてあるように思いました。まあ、慣れてくると、1年が1日と同じになっちゃうってことですね。まあ私の今の生活もそれに近いんですけどね。会社に行かなくていいっていうか、仕事をするかしないかその日の気分になってるっていうか、ろくでもないです、そんなね。ちゃんと社会性を持ってみんなと行動するっていうね、気持ちがどんどん薄れてくるっていうか。ありがとうございました、玉井さん。ハンスが告白の時、病気の痕跡と愛をつなげるところの話ってしましたよね。しましたね。何ページでしたっけ？カタカナで書いたんで。何ページだっけ？ 580 ページの後ろ。君に対する僕の古い愛が残した痕跡だった話ですね。では続きまして。じゃあ、玉井さんありがとうございました。南青山の一流レストランに行ったら四流日本人。こんな説面白かった。ありがとうございました。四流日本人。じゃあ最後、最後じゃないな。メルマガ読者リルさんです。トーマスマン魔の山第5章の感想。第4章までの読書会を終え、時代背景やドイツ、北と南の違い、イタリア人とドイツ人の祖父を持ってその国の言い表している箇所など面白く勉強になり、その他たくさんのことを知ることができました。かす枯れるといった声には森羅万象のようでいて、危うくて素敵な意味が隠されている。カトリックの臨終の儀式ある周遊の秘籍については今まで気にも留めたこともなかったのですが、考えさせられました。そして厳格なカルバン派の祖父が雪のように白いふっくらとした襟飾りに青をうずめている姿は一番印象に残った。幼くして短い間に家族を3人亡くしたハンスは死に道化を持っているみたいに感じた。第5章は最後にハンスのハムハムがあると聞き、まっしぐらにページをめくったせいか、第4章よりまでより随分早く読めた気がした。病み上がりのハンスを接点文がお手柔らかにしてくれたからかもしれません。今に四つん這いで歩きブーブー泣き出すようになると、ここから去るように再三忠告するセテンブリに、ハンスが勝者への日差しを遮るシーンや、ベイレンスの家で彼女の肖像画を外して持ち歩いて膝の上に乗せちゃうとこが可愛いと思った。たびたびいとこの目を伏せさせてしまう浮かれモードのハンスですが、北ドイツという平地ではよほど切実な思いで過ごしていたことが伺えた。一兵の執着は切なくも感じた。上に来てやっと息をしだしたようなハンスの時間が動き出したように見えた。病気を宣告されたのにご満悦。水晶とダイヤモンドのきらめく夢のような夜空に包まれた玄関のバルコニー、ほてった顔とかじかむ赤い指先で高価な科学の本を読みながら、歪んで見える目や脇毛、おへそ、ヘモグロビン、人体、勝者の体の組織すべてを感じ、空想の中でキス。してる場合か。毎度そんなに体を冷やして大丈夫なの？温かな湯船で半身浴しながら読んでいた私は、昔の結核療法のやるせなさと謎をまた感じた。お風呂用にサブで読んでいたのが岩波でした。2つの翻訳で読んでると感動する気づきがあり、それはまた書かせていただきたいと思いました。ファーストのアルプルギスの夜の章を読んでみました。この翻訳も予想以上に素晴らしく、近頃ベイレンスかぶれしていた頭に鴎外の文章が安らぎをくれました。ミフィストフェレスって聞いたことあるやつだ。魔女も出てきて不穏な感じがしました。カーニバルの夜は雰囲気の伝わってくる場面、楽しい場面でした。ついに勝者と会話したハンスはひざまずき、全身を震わせながら愛の告白をする。
からの発情してびっくり、笑わせてくれた。そんな素敵なハンスが戦場に行くなんて、当時は戦争がどういったものと思われていたかを読みながら知れたらと思っています。イマジネーションを描く、すべての人は現実に逃避する、ゴダール監督の言葉が巡りました。逆説を軽蔑し憎悪するセテンブリーニの正体は、噂のナフタが暴くのか、ハンスが経験なのかと疑い、下病だと思います。小さい頃、水銀シガーにお湯をかけたことがある、私は勝手なことを想像しました。そうすると、ベイレンスとハンスにも貸し借りの魔法が発生しているのかもしれないと妄想しました。この時代の経験な人とは具体的にどんな人だと思われるか宮沢さんに聞いてみたいです。あと、百科事典の頃に出てきたセテンブリンの進歩蘇生国際連盟とは何だったのかも知りたいです。終わり。ありがとうございました。ハンスのハムハム。ハンスのハムハム。私の中では、なんか肉体関係があったように1回目読んだ時思ったので、ないですね、これね。なかったんですね。よく読んだら。あったのかな、これ。よくわかんないぞ、これ。なかったんでしょ。頭を撫でてもらったのか。ね。で、まあ、浮かれモードですわ。ロマンチック浮かれモード、ハンス。ね、恋のサナトリウム。ね、ということで、まあ、わりかしね、なんかちょっと笑えるシーンがいっぱいありますよね。笑えるシーンがちょっと増えてきた、第5章になって。で、ガス借りるの関係。まあ、これ、鉛筆のネタ振り、貸し借りが、近づきになるね、きっかけになってるんですね。で、何か自分の威厳を保ちたいときは、おじいさんの真似をして、顎を硬い殻の中にうずめんですよね、ハンスってね。ああいうなんかちょっとした仕草の癖とかが、だんだんこれはなんか長い小説ですけど、読んでるうちに、ハンスの行動パターンが分かってきて、それがなおさら、なんていうか、共感性周知を呼び起こすっていうかね、感じですね。で、勝者の体の側面で、空想の中で、夢映す中でね、勝者の体を思い描きながら寝てるんですね。鴎外のファーストを読んだんですか、ヴァルプルギス。私もちょっと、ファーストのヴァルプルギスを読もうと思って引っ張り出してきたんですけど、岩波のやつね。もうちょっともう体力がなく、もう読んで解説音声作っただけでもうギブアップでしたけども。また、ファーストも一回ざっと読んだだけで内容も頭に入ってないんですけど、何が名作なのかもわかんない、難しすぎて。いつかわかるようになるんだろうか。もう、そう、日本語で読んでも意味のない文学なんじゃないかって思っちゃうんですけどね。経験な人とは具体的にどんな人だと思われますか？この時代の。どういう質問なのか。経験ってどういうことですか？経験なクリスチャンっていう意味の経験ですか？ちょっと質問の意味がわかんない。水銀シガーを使ったことがある。年齢がわかりますね。今の子供たちは。水銀シガーって言ってもわかんないですね。水銀の体温計ってもう、今はあるんでしょうけども、今デジタル式になっちゃってますよね。私の子供の頃は水銀でしたね。思います。経験な人って、経験な人って宗教的な意味。まあ、ハンスはでも経験なんじゃないですか。だって、人の死者尊厳があるから、なんか、だってホスピスみたいなことを始めるんですから。なんで周りの人はそう思う、まあ、あそこに慣れちゃうとは、人の死っていうもの、死から目をそらすようなんでしょう。目をそらしちゃいけないんだって、ああいう活動を始めたんだから、あれがし、きちんとしたクリスチャン的な、まあ、最後の審判があるとか、そんなことは信じてないでしょうけども、あれがし、カトリックの伝統っていうか、カトリックじゃない、キリスト教の伝統っていうものを大切にしてる人なんじゃないですか。まあ、セテンブリーには、まあ、全くそういうのないですからね。
あと、まあ、ヨアヒムと、まあ、ベーレスにもないですよね。あんまりなんか宗教心の強い人って出てこないですよね、この作品ってね。あ、まあ、これから出てくるナフタが。ナフタはイエズス会のカトリックですからね。じゃあ、まあ、それはまあ、次回 ちょっと読み進めて お答えしたいと思います。いや、セテンブリーにはこれフリーメイソンのことじゃないですか。フリーメイソン。まあ、フリーメイソンの話も下巻に出てくるんじゃないですか。ナフタと論争の中で。多分。ということでした。じゃあ、ありがとうございました、リルさん。まあ、ゴダールの言葉ね、いいですね、ゴダールの言葉が引用されてるとね。イマジネーションを書くすべての人は現実に逃避する。いい言葉です、これね。ゴダールが言うからかっこいいんだな。他のやつがいたら何言ってんのこいつってなりそうだけど ありがとうございました。じゃあ最後は私、ラストです。我が離脱。ハンス・カストルプは平地の人々は金を持たない人に残忍であることを語る。引用始め。どうでしょう。下の平地の人たちの考え方。そして、あいつはまだ金があるのかいといった質問。そうするときにそれを顔つき、そういうものに生まれつき平気でいられるには、よほど鈍感な神経を持っていなくちゃならないでしょう。345ページ。引用終わり。それに対してセテンブリには好忠告する。引用始め。残忍性という非難が随分感傷的な非難であることに変わりありません。あなたもその土地におられたら自分で自分がホッケーに感じられることを恐れて、そういう非難は口にされなかったでしょう。そういう非難はよろしく人生の無能力者どもに任せておかれたことでしょう。あなたが今残忍を非難なさるのは、ある離脱を物語っているのですが、私はそういう離脱が甚だしくなるのを見たくはないのです。人生の残忍さを咎めることに慣れてしまうと、人生から生まれついた生活様式から離脱しがちだからです。344ページ。言い終わり。サナトリウムの生活は若者を人生から離脱させてしまう。サナトリウムをふるさとだと思って平地の生活に戻れずに何度も帰ってしまう若者のことを話しながら、セゼンブリにはハンスに平地に戻ることを強く勧める。私も会社を辞めて読書会の活動を初めては見たものの、次第に何かの療養みたいになっており、会社を通して感じていた世間の残忍さというものも遠く眺めるようになってしまった。だからセゼンブリの忠告が私に向けられたように刺さったのである。それは私の離脱を物語っているのであり、時間感覚も曖昧なままもう10年も生きてしまった。世間という平地に戻るために何らかアクションを起こさないとならないのが、しかし、目下100年に一度の世界史的な混乱を眺めていると、私もいずれ若くはない我が身を起こして山を下り、この小説のラストのように残忍の巷に飛び込んでいくのかもしれない。終わり。ということでした。離脱。だんだんサナトリウムにいると、世間を遠くから眺める。世間の持つ残忍性を咎めることになれると、生活様式から離脱してしまうと、生まれついた。まあ、文化的な文明生活って残忍なんだけども、様式がある。その様式がなくなっちゃう。まあ、投げやりになっちゃうってことですよね。まあ、私もなんか自分のこと批判されてるみたいに、ここがすごい刺さりましたね。読書会活動と言いながら何かの療養、療養みたいな生活になって ね、あっという間に時間が、あっという間に10年過ぎていった。もうびっくりしてますよ。次の10年もすぐ過ぎてって。ああ、もうたまんないですね。なんか山から降りなきゃいけない。ね、私も魔の山から。というわけでした。じゃあ、ありがとうございました。さらば愛の言葉。あ、さらば愛の言葉って作品で、のことあるのことは。じゃあ、皆さん、まあ、ようやく上巻が読み終わりましたけど、まだ5号、3号目ぐらいですかね。あと7号。一升瓶にして3号。山にして3号。と、富士山3号ぐらい。まあ、こっから、まあ、一番ハイライトは次の回ですから。第6章です。第7章は付け足しです、多分 そんな記憶があります。第6章が面白かった。じゃあ、まあ、みんなさんはなかなか慣れない本で大変かと思いますが、まあ、文字もちっちゃく、目もチカチカするでしょうけど、なんとかあと2回で読み終えましょう。また解説音声はね、第6章に関しては細かく
作りますんで。しかし私が解説してしまうと皆さんがそこの部分感想文に書くの、あれですよね。書きづらくなっちゃいますよね。私も解説音声作っちゃうと感想文書く気なくなっちゃうんで。大体そこで感想言っただろうって話になっちゃう。まあ、でもね、ちょっと補足しないとわかんないですから。あ、リルさん、スーパーチャットありがとうございます。すいません。お気遣いありがとうございます。ということでした。じゃあ、来週はお休みです。再来週は、川端康成の白い満月です。私、ちょっと読んでないんで、どういう作品かわかんないですけども。ということでした。まあ、先々の予定もちょっと更新して、載せます。5月ぐらいまで載せてあるんで、また確認してください。ピンク色の水銀紙が持ってます。いやでも今の子供は知らないんじゃないですか、水銀の体温計ね。でも、あれ、使ってるのか、まだ。私が行ってる医者でも、まだ水銀の体温計で測らされたような記憶が。ケチってんのか。あれか。ね、売りつけに行くんですよね、あれね、体温計ね。じゃあ、ありがとうございました。ちょっと、プレイバックは割愛させていただきますけど。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら、さよなら、さよなら。皆さん、なんとか、下巻も一緒に読んでいきましょう。じゃあ、おやすみなさーい。